ミドルを打つと見せかけて、近藤を使う、抑えられない、近藤のシュート、先制はなんと愛媛、7番の近藤隆。いいタイミングでトップスピードで抜けましたよね。なんと絶好調の愛媛、名古屋に対して先制です。26分、うまく人と人との間を飛び出しましたね。はい、ワンチャンスを決めました。大西さん、近藤は再三再四スピードを生かして、そうですね、長い陣内入ってましたからね、はい、やはりホームでは絶対的な強さを見せる愛媛。ただ川原のパスですよね。ここを待って裏から飛び出していきました。楢崎からゴールを奪った7番の近藤です。さあ愛媛が先制しました。うまく、はい、